って思ってたんで、参戦したいなと思って、今日はちょっと奥さんに誘われて、出てみようって言われて、出たんですけど、なんか、ありがとうございました。私全然バトルで優勝したことなくて、前回鶴見出た時も、2回戦ぐらいでもうすぐ負けちゃったりとか、でなんかこうダブル2オンしっくりこないなと思ってて、で今回旦那さん誘って出て、やっぱり夫婦が本当にパートナーこういうことかと思いました。うまい、喋りもうまい、喋りもうまい、ダンスもうまいけど喋りもうまい。このまま表彰します。じゃあお二人優勝した、こちらの佐藤夫妻にはウィナーボードまず拓也さんからお送りされます。おめでとうございます。はい、そして賞金2万円がじいさんよりお渡されます。さあおめでとうございます。はい、写真撮影をさせてください。ごめんなさい、こちらで。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、フリースタイルのジャッジなんで、僕ブレイキンしかやってないんで、本当に他のジャンルの方の踊りっていうのは、まあ感性というか感覚で見てたんですけど、やっぱり自分もブレイクダンスだからフットワークっていうのを綺麗にやろうと思って綺麗にやってきてるんですけど、今日残ってきた人たちっていうのは、なんかそのシルエットとか綺麗さとか、上下使ったり横使ったりちゃんと移動できてたりとか、そういうのがすごい綺麗な人が残ってたのかなと、自分の中ではそういう風にジャッジしてました。で、まあ本当難しいことは言えないんですけど、まあ、音楽とか文化とか好きでダンス負けてもね、やめないでください。みんな続けてればきっとどんどん増えてね、当たり前のようにダンスのある社会になると思うんで、それが一番素晴らしいことだと思うんで、勝ち負けだけじゃなくてね、続けていただけるといいなと思います。何かいいことあると思って続けてれば。以上です。あと、ご自称でいいですか。はい、ご自称お願いします。赤月さん。おお、すごい綺麗でした、はい、じゃあ赤月さんとじいさんで写真撮影をこちらでさせてください。なんかチーム感あるカラーとカラーリングな感じで、また付き合うしっていう感じで今度バトル出てもらえると、エブゼン DOD 的な感じでチームっぽいですね。はい、あ、撮ります。ごめんなさい、撮らせてください。そうです。猫本さんは大丈夫ですか。猫本さん大丈夫。はい、はい、おめでとうございます。赤月さん、そしてじいさんも長丁もありがとうございました。さあ、そして秀平さん、このまま右に流れていただいて、はい、お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、バカなイベントですね。ディスられました、ディスられました。かっこいいけど面白いみたいな、最高の褒め言葉ありがとうございます。そうです、あ、こうなりたい。こうで言いたいですね。そうですね。で、本当にだからどうこう言うっていうよりは、ね、みんなこう楽しみ方も分かってるし、ね、それでいてシリアスにやれるし、で自分の踊りも理解して踊ってるような人たちがやっぱり上に上がってて、でその中でこうその場でどれだけ、ね、いけるかというところで勝負だったと思うんで、ね、なんか細かくなるとかめっちゃ細かくなっちゃうんで、そう、あ、やっぱ撮ってるから。なので、まあね、皆さんでこれからも楽しんでいけたらなと思いますね。はい、最初に飲み始めたのは俺なんですけど、3人目に来た時にさすがにちょっと、あ、まずいって流れなんですけどね、はい、でも無事ジャッジさせていただけたんで良かったと思います。はい、じゃあ、おめでとうございました。ありがとうございます。5人目付き合っていただき本当にありがとうございました。ご自称お願いします。ですね、ご自称ってね、はい、したかったんですけどみたいなこと言われると悲しいんですけど、そうですね、一番シンプルに一緒にこう見てて一緒に乗れそうだったなっていうか共感できたなっていうのは、
立ち合う猫もさんですか。彼の時は間に合ってないから共感はでもそうですね。あー、いた彼女です。おおおおめでとうございます。伊崎さん、一緒に写真撮影をさせていただいて。伊崎さんね、DOD 優勝経験もありますからね。はい、はい、周平プライズは、はい、こちら伊崎さんに贈られます。ゴリラさん、ナイスボケありがとうございます。こっちもいいですからゴリラさんが撮るのやばいですか。スミさんに撮るっていう光景やばいですか。最近ゴリラさん、この時間にボケるパターンが多い。前回のね、さあ、すいません、ありがとうございました。順天堂に拍手を。さあ、ラスト、中谷さんお願いします。あ、お疲れ様でした。ジャッジムーブでテキーラ飲むのが初めてです。最近もテキーラやめてウイスキーにチェンジして久々飲んだ時すげえ気持ち悪い。なんだろう、俺も地元神奈川県で川崎の武蔵小杉なんですけど、まさかこういう隣の横浜でこんな、なんだろう、ふざけちゃういい意味で不真面目なイベントやってると思う。なんか初めて来たのですごい楽しかったです。やっぱフリースタイルバトルジャッジすごい難しいんですけど、やっぱりいろんな自分をレプレゼンしてる子が多いので、ただ、まあ、音楽があって体で感じて自分のダンスで表現するっていう時に、やっぱり曲にこう入り込む速さ、なんだろう、一発入った時にこうマッチするかしてないかっていう、その速い人たちがすごい上がってきたんだなっていう。でやっぱりこのねサークルに出ると何が起こるか、いいダンスできるか分かんないし、こう、まあ、賭け、いろんな賭けが魔物が住んでるとかよく言われるんですけど、そういうのはもうやっぱ経験値を積んでやってる人が強いのかなっていうのが感想です。はい、ですごい面白かったです。だからいろんなレベゼンしてるものがね、やっぱロックだったりブレイクの人たちがちょっと強かったかなっていうイメージなんですけど、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。では気に召した方を一人タクヤプライズお願いします。俺も赤月はい、最初、一番最初に出た一番最初に踊った時のムーブがすごい良くてちょっと神がかってたんでいいなと思ってたんですけど、あともう一人いいパス、クランプの、おお、彼はレプレゼンしてんじゃないかなクランプ、おお、おめでとうございます。コーチさんに格安プライズをお渡しされます。はい、じゃあこちら写真撮影させてください。お父さんと子供みたいな顔してる。かわいいですね。おめでとうございます。タケヤプライズはコーキー。そしてラストこちら、お客さんのワンフォアワンで MVP 賞なんですけど、本日スミさんいるんで、スミさんが誰かね、今日ねこの人良かったなって、な今後ちょっと期待が持てるなみたいな人をちょっとスミさん目線で本当にね、いろんなでっかいイベントを、バックグラウンドで支えてくれてる方なんで、はい、どうですか。ちょっと撮影者だと夢中であんま見てなかったっていうのもあるんですけど、ですね、結構最後に残ってました。女性2人組、野江美咲かな、こっちのこのチーム、このチーム、このチームのどちらかとかあります。あれ、野江美さんはいなくなっちゃった。あの人ですね、はい、あの方で、野江美さんで野江美さん選ばれました。じゃあバッシュメントのスミさんより、はい、本日取材するなら彼女がいいということで野江美さんに選ばれました。はい、スミさん、お写真撮らせてください。写真撮らせてください。あ、出た、これ本当の光景出た。スミさんを撮るゴリラさん、はい、
おめでとうございます。優勝された方には鷲見さん取材されるですかね。これ メディア的になんか取り上げる、あの、はい、ちょっとね、優勝された佐藤夫妻はコメントだけ後ほどいただきたいところなんでお願いいたします。美女とダンスの、ね、本もチェックの方お願いいたします。そして本日カイスターはね、ちょっと別件の仕事があって次行っちゃったんですけど、はい、まず DJ ラジオからしてくれたボーリケン、そして新競技の拍手を、チャンスのさらにも大きな拍手を、デコモンチャンネルも大きな拍手を、ぜひチェックお願いいたします。金曜日恒例のアフターパーティー、はい、ここからね、あの僕らの醍醐味はここからなんで1時間ぐらいもう、はい、音楽かけるんでお酒飲んで、ね、踊ってもうせっかくこうやって出会った仲間とワイワイするっていうのが僕らの醍醐味なんで、年も関係なくね、そう、テキーラ飲んで、あの騒ぎましょうって感じで、はい、本当ありがとうございました。はい、優勝は佐藤さんでした。おみなしゅー、また6月4日にお会いしましょう。